久保定次郎は日本の美術評論家、小中学生を対象とした創造主義美術教育運動の指導者。後見学園短期大学学長、町田市立国際版画美術館初代館長なども務めた。今回の莫大な資産をもとに美術品収集でも知られ、芸術家の支援も行った。旧姓、おこのぎ、おこのぎ誠三郎は弟。 8日の久保家が1922年に取得した、青木茂の、日本穂高。現在は、東京国立博物館所蔵栃木県足利町で、金物店を営むおこのぎ中茂を、吉野次男として生まれる。3歳で母を亡くし、ママ母と姉を母代わりに育つ。足利神城西小学校、栃木県立足利中学校を経て、成形高等学校に進学。 欧米に憧れを抱いていた定次郎は、1927年に国際語エスペラントを新聞広告で知って、両友らと学習を始め、1928年に日本エスペラント学会に入会。1933年に東京帝国大学文学部教育学科を卒業し、大日本連合青年団社会教育研究生となった。1933年の10月に、 日本エスペラント学会から特派員として、九州に派遣され、各地を回る中で、杉田秀夫と知り合い、現代美術への関心を持つようになる。社会教育研究生時代の1933年11月、県内有数の資産家である大歌町の久保家の長女、かよこの入り婿となって、久保生となり、東京市牛込区佐渡原町の久保家別邸を新居と、する。かよこの父、 久保義郎は1924年に37歳で創生していたが、生前は芸術愛好家であり、隣村の福田種の親族から得た青木茂の絵画を秘蔵していた。社会教育研究生は研究費が支給される代わりに、卒業後は、府県の公職に就くことが条件であったが、定次郎は、久保家への向入りにより、給付金を全額返済して、就職せず、 結婚翌年に大学院に進学し、1935年には第2回日米学生会議参加のため初渡米、1937年に院を卒業した。1937年に義祖父の久保六平が亡くなって莫大な遺産を相続し、1938年には当時の毛歌町の毛歌小学校に久保家の全額寄付で久保高堂を建設。 この行動落成を記念する事業として、ハニゴローの提案により、児童が公開審査会を始め、やがて戦時下で中止となる1942年まで、この行事を継続した。また、同じく1938年には、美術賞として、久保賞を設け、ハニゴロー、北川民寺、永久や、実定である、おこのぎ新三郎らを審査員とした。 1938年8月には、自動画による国際親善を名目として、実定、規定とともに、欧米旅行に赴もき、翌1939年5月に帰国した。その途上では、フランク・ロイド・ライトや国吉安夫と交流した。また、久保家の資産保全と自身のキャリア形成を兼ねて、視察旅行中に、絵画や美術書を大量に購入、特に、フランスでは、 長期滞在し、岩作事件で知られる滝川太郎を通じて多くの絵画を購入した。1943年には、毛歌町の自宅に、久保高堂と同じ遠藤新の設計で、久保ギャラリーを建設。第二次世界大戦後、1951年に、英九らがデモクラート美術協会を結成すると、外部の美術評論家としてこの動きを支援し、 1952年には創造美育協会の設立に参加した。また、1952年には公選によって毛課長教育委員に選出され、1954年まで務めた。1955年頃から久保は小コレクター運動を提唱するようになった。これは本物の美術品、特に才能がありながら、 まだ無名の作家の作品を購入することを呼びかける運動であり、版画を中心に水彩画、素描、油彩画などを購入し、3点以上所有することを広く呼びかける運動であった。1957年、毛花町の自宅の米ーを改装してアトリエとし、多くの美術家の集う拠点となった、このアトリエは、久保アトリエと称された。1966年には、 ベネツィア・ビエンナールの日本代表を務めた。1977年には、アトミ学園短期大学学長となり、1985年まで、その任にあった。ついで、町田市立国際版画美術館初代館長となり、1993年まで、務めた。この間、1983年に、久保定次郎美術の世界シリーズが10巻以上の、 構成で構想され総文社から1984年から観光が始まったが、1985年にかけて五館が観光されたものの、それ以上は観光されなかった。心不全のため、東京都千代田区の半蔵門病院で87歳で死去。1992年、町田市立国際版画美術館で、久保業績を解雇する、久保定次郎と芸術家展が開催された。 1938年に、久保の寄付によって建設された、久保高堂は、生前の1986年に、小学校敷地から移築されていたが、久保の没後1997年5月7日に、国の登録有形文化財となった。2013年には、久保家から、もうお菓子に、多数の資料や収集作品からなる、久保コレクションが寄贈され、その一部は、かつての、 久保アトリエを保存した美術品展示館を含む施設である久保記念観光文化交流館に展示されている。以上のほか多数の画集などの編集、監修を手掛けている。ありがとうございます。